Google Chrome 拡張機能の使い方。 Google Chrome 拡張機能を使えば簡単にウェブ上の音声を文字起こしできます。オンライン授業やお気に入りのポッドキャスト、ライブストリームの保存など手作業による文字起こしの手間が省け、作業効率が大幅アップします。前提条件。 Google Chrome 拡張機能にて文字起こしをする際には、事前に Google Chrome、 Google Chrome Web Store の載った Chrome 拡張機能、載ったアカウントを用意する必要があります。拡張機能の使い方。タブの音声を文字起こしする方法。まず Chrome の Web Store を開き、載った拡張機能を探して選択します。 Chrome に追加をクリックし、拡張機能を追加をクリック。 Chrome アドレスバーの横にある拡張機能のアイコンをクリックします。ノッタの横にある固定アイコンをクリックし、ブラウザのツールバーに拡張機能を固定します。その後ノッタウェブ版にログインしましょう。ログインすると録音データがノッタアカウントに保存されるようになります。次に録音したいウェブページを開き、クロームアドレスバーの横にあるノッタアイコンをクリック。発話言語を選択してから、このページの録音を開始をクリックすると、音声の録音が開始されます。この際、最大5ページまで同時に録音することが可能です。再生、一時停止ボタンをクリックすると、録音が再生または一時停止されます。録音を停止するときは、停止ボタンをクリックしてください。録音完了後、ホーム画面から録音データの確認や編集ができます。音声データおよびテキストデータのエクスポートも可能ですので、ぜひご利用ください。 Google Meet を自動で文字起こしする方法。まず Notta と Google カレンダーが連携されていることを確認しておきます。設定、ノッタボットからウェブ会議の予定に自動参加するトグルをオンに設定します。設定完了後、 Google Meet で会議の予定を作成しましょう。 Google カレンダーの新規作成画面でタイトルと日時を入力します。 Google Meet のビデオ会議を追加をクリックし、下にあるノッタトグルをオンにして保存します。この際、Google Meet だけでなく、説明欄に Zoom、Microsoft Teams、WebEx の会議リンクを設定することも可能です。または、Notta の Web 会議の予定ページでも設定可能です。これで会議が始まると、Notta Bot が自動的に参加し、音声の録音と自動文字起こしが行われるようになります。また Google Meet の画面下部にある録音を開始をクリックすることで即時録音することも可能です。この際、ノッタボットが会議に参加できるようホストの入室許可を与える必要があります。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録・高評価もお願いします。